言葉変えられないんですよ、実は。自分はどんどん変わるんです。そんなでも自分ということについて、はい、その、養老先生が、こう、なんか考え始めたっていうか、なんか思い始めたっていうのは、最近の話なんですか？いやいや、これもうほどと古いんですよ。ほど古い。そう。でね、一番最初は多分ね、うん、一番悩んだのは若い頃、いわゆる研究者。研究しなきゃいけない、ええ。研究っていうのは人がやんないことやんなきゃいけない。うん、独創的でなきゃいけない。オリジナルじゃなきゃいけない。そうなんだ、はい。それってなんだっていう、ね。オリジナルとはなんだ、うん、そうすると自分にしかできないことよく言うんだけどね。まあ人とは違うこと。そう。ってことですね、自分しか考えないこと。うん、まあ、研究そうでしょ、はい、考えることですから、はい、まずね、はい。自分しか考えないことって、うん、もしかして人に通じないんじゃないかと。それは僕悪いことにっていうか、うん、まあそういう背景もあるんですけど、例えば精神科で病院行ってますとね、うん、人に通じないことを言う患者さんはたくさんいるんですよ。あれ全部独創的な人たちじゃないのかって。人と違うという見方で見れば。違うだけじゃなくて、言ってることはよくわからない、うん。だからアインシュタインがいかに変なこと言ってるようでも、うん、ちゃんと考えると、あいつの言ってる通りじゃないかってわかるんですよ。はい。はい。ということは、はい、考えて共通してんじゃないのか。大体皆さん日本語喋って通じてるわけでしょ。そうですね。まあ通じてると思ってるって格好がつくかもしれない。はい、ええー。ね、うん、で通じるってことは共通なわけですよ。そうですね。そこは。どこがオリジナルですか。そうですよね。そうですよね。本当聞きたいんで僕オリジナルっていうことを言う人に。そうですね。うん。うん、だそれこそ。人に分かってしまう以上は共通じゃないですか。うん、はいはい。了解できるわけでしょ。うん、だから僕算数がいい例だと思うんだけど、はい、僕ああいうの算数みたいなのね。うん、論理を強制了解って言ってんだけど。強制了解、うん、いやでも分かんなきゃいけないんですよ、1たす1は2っていうのは。はあ、はあはあ、そうでしょ、はあはあ、もちろんなくたっていいんでしょ、うん、ノーって言ったって。だけど、うん、分かんないですか、普通は、はい。はい。本当は算数ってそういうことで進んでいくから、うん、誰でも分かるはずのことなんですよ。どっかまで人分かんなくなるじゃないですか。必ず分かんなくなる、これは面白いことに。うん。でも強制了解なんですね。そうだ。うん、まあ一応人間の中に強制了解もあるけど、うんうんうん、言葉みたいにごく普通にまあね、うん、本当に共通にほぼ了解されちゃって、はい、でもちろんそこで了解で喧嘩することもたくさんあるんですよ、うんうんうん、だそれ言い出したきりがないから今ちょっとそれやめとくとしても、少なくともお互いに分かんないと、うん、そもそもオリジナルかどうかも分かんないじゃないかって。そうですね。ね、そこはどうなるんだろう。うん、そうですね、うん。だから、そう、なんかオリジナルって難しいですよね、すごいね。だから、うん、アインシュタインが、ああいうことを考えなきゃ、はい、いずれ誰かが考えたでしょうね。はい、僕はそう思うんです。なるほど、なるほど。それを、うん、その人でなければできないって言ったのは、うん、ヨーロッパの19世紀なんですよ。うん。多分。うん。うん。で、ヨーロッパの19世紀にそういう考え方が多分できた。だから、あの時代に天才って言葉が流行った。だから天才、世の中には優れた少数の天才がいて、そういう人たちが学問なり芸術の分野を進めていくんだっていう考えが、19世紀のヨーロッパに強かったんです。でもそれは、ある意味、時間の問題だったかもしれない。そう、僕はそう思ってます。うん、例えば、生物学で有名なメンデルの法則って。はい。あれはメンデルさんが、ああいう論文を書いてから、30年だったかな、うん、亡くなって。少なくとも3人の学者が同時に発見してるんですね。同じ法則。それは生物学史で有名な話なんだけど、はい、それだから、メンデルの法則って名前がついたんですよ。うん、30年待ったら、当たり前になったわけです。だから結局、皆さんオリジナルと科学の世界で言ってるのは、うん、多分早く、人より早くそれを見つけた人で、はい、でそういう価値はもちろんあるんですけど、それダメだって言ってるんじゃなくてですね、少なくともそれを誰にでも分かるもんでなければ、意味がないって。ああ、そうですよね、うん。そうですね。確かに、それ以降の人が全然理解できなかったら、全く意味がない。そういうことなんです。ですもんね。はい、じゃあ、オリジナルってなんだよって話になってですね。ですね。いや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 、そうですか。でもなんか、でもさ、その自分っていうことにちょっと戻ると、じゃあ、自分って、じゃあ、やっぱり何なんだろうっていうことになっちゃうんですけど。それで僕も長いこと、うん、まあいろいろ言うんだよなみんなと思って、はい、それでそのさっきの質問に戻ると、最初にだからまずその問題からすぐ出てきた言葉は個性という言葉ですよね。個性、うん、はい、その人独自のもので、うんうんうん、生まれてから死ぬまで変わらなくて、うんうん、ね、はいはい、個性、それでそういうものはもちろんあるんですよ、うん、
で、まあ、顔つきなんかも典型で、うん、誰もあんたと人、他の人間違いないでしょうって僕は言うんだけど、これ生まれつきてしょうがない。はい、まあ、いじることできますけどね。お化粧したり、美容整形やったりして。うん、でも、ともかく、うん、その人の顔はその人のものでしょう、うん。そういうものを個性と言うわけですよね。うんうん、はい、それで、じゃあその個性を伸ばすってどういうことかな。ね、で、分かりやすいものって、僕よく言うんだけど、はいはい、血液型が生まれてから死ぬまで変わらない。変わらないですね。ね、これは変わったって人は時々いるけど、それは最初に調べて医者が間違えたんだよって。でしょ、はい、そうですね。それだけのこと、うん。はいはい。そうすると、そういう変わらないものを伸ばせってのはどうするんだ、うん、A 型をどうやって伸ばすんだ。だから個性って僕は別に定義して、うん、その人が生まれつき持っているもので、はい、どうしようもないもの。うんうんうん、ね、だからどうしようもないって意味は、うん、周囲はそれはそれとして認めるしかないもの。そうですね。はいはい。だってそうなんだから、うん、本人のせいじゃないんだからね。うん、もう仕方がないじゃない。もうそれで決まりっていうもんですね。お前は A 型間違ってる、B 型になりなさいとかそういうわけいかないんですよ。じゃあ個性をこう変えるとか伸ばすっていうこと自体は、うん、むしろあって仕方がないものって僕は定義してるんです、ね。個性。ああ、はい、そうか。あって仕方ない。そう。あるものはしょうがないだろう。じゃあ個性はもう変えられない。はい。はい、で、自分は変えられる。だから、それは自分だと思ってる自分もありますしね。それは当然のことですが、他の人も、あの人はこうだと思ってても、当然変わるじゃないですか。はい。はい、で、そんなことをほとんど年中経験するでしょう。そうですね。ね、そうですね、うん。こんなもの男の子だったら女の子に一度惚れてみればわかるよ。ね、あんなに一生懸命になったのに、一年になったらケロッとして忘れてたりするでしょ。それは自分変わったんだよ。うん、そうですね。うん、その時に面白いね。自分が変わらないっていうことが、むしろ前提にあると、はい、うん、あれは一時の気の迷いとか言うんですよ。一時の気の迷いであんな一生懸命になるかって思いません？そうですね。ね、それは自分が変わらないって前提を置けば、うん、一時の気の迷いなんだけど、うん、そう、自分変わるって前提を言ったら、それはやっぱ変わったんですよ。うん、で、それも自分だったって話。そうそうそう。一生懸命なってた自分もいるし、うん、それがすっかり冷めちゃった自分もいる。それじゃあ、冷めちゃった自分が一生懸命の時を思い出せて、うん、同じ状態に戻れるかって言うと決して戻れないんですよ。うん、そうですね。それは違う自分でしょう、うん。素直にそう考えたらいいじゃないですか。自分は、うん、だからもう、変わらないものじゃなくて、どんどん変わっちゃう。そうなん、うん、それでね、うん、一番困るのは、実は社会生活なんですよ。社会生活。そうなんです。はい、他人が見るあなたが変わっちゃうとですね、うん、他人は困るんです、うんうん、当たり前じゃないですか、うん、だから僕学生に自分変わるんでってことをいつも講義するときに常に注意をするんです、はい、俺が教室でこんなこと言うと、うん、お前らが教室から外へ出て言うことぐらいはこっちには分かってんだから、うん、何をお前らが言うかって言ったら昨日金借りたのは俺じゃねえって言うだろうって言うんですよ。分かるでしょ、はい、だから社会生活ってのは実は相手が変わらないという前提でないと成り立たないようになってるんですよ。だから、どん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 それはですね、一番よく僕表してると思うのは、歴史上名前が変わるのが当たり前だったのが、名前変えなくなりましたからね。明治以降、基本的には。そうでしょ？名前を変えられちゃうと、それこそ借金逃れになっちゃいますから、場合によっては。だからもうこれは変わらないとして固定するんですよ。他の人にとっては、あなたが変わっては困るんです。でそれは特に大事なことは、だから契約とか約束に関しては。だから契約書を作るようになるんですね。他人にとっては変わってもらっちゃ困るわけですよ。そうなんです。自分が。だから自分が同じ自分だって確信してる人は、契約書は書かないでしょうね。うん、ああ、そうですよね。そうですよね。言い逃れできないですもんね、それはね、絶対ね。だから武士の一言だったんですよ。ああ。昔の侍は管理職ですから、はいはい、それよく知ってますから、うん、だから一旦行ったら引っ込めつかないから、うん、変えられませんから、うん、言葉変えられないんですよ実は。なるほど。自分はどんどん変わるんです。それが言葉の具合の悪いとか、今喋ってるこれ録音されちゃうでしょ、はいはいはい、そうすると永久に残っちゃう、極端に言うと。もう変えられない。僕の意見が当然変わるぞ、はい、10年経ったら。そうですね。ね、はい、ちょっとお前10年前こう言ってたろって、はい、当たり前だよ、10年経った人変わるんだからって言わなきゃなんで。でもそれ今常識じゃないでしょ。どうしてか、10年経っても変わらないものを情報って言うんですよ。今僕の写真撮って残しておくと、はい、デジタル化してあると、はい、10年後も同じ私が写ってるんですよ、うんうん、今喋ったことも全く同じなんです。そうですね。みんなそうじゃないですか。写真にせよおしゃべりにせよ、はい、皆さんその場で宙に消えると思ってるかもしれないけど、実はそのまま時間的に保存されるんですよ。だから時間が経っても変わらないものだけが情報と言われるもの。
だって時間とともに変わっちゃうものだったら保存できませんから。だからそういうものは情報って言わないんです。だネットの中にあるものは全部情報なのは、あれ全部保存できるからです。そうですね。はい、それって意外に気がついてない人多いんですね。うん、ニュースの NHK ニュースなんて毎日変わるんだからって思ってる。あれ毎日取り替えてるんですね。変わるっていう。そのニュースそのものは残ってるんですよ。そうですね。そのまんま残ってますね。そうなんです。だからそれをあんまり溜まるんで、多分情報型とか言ってんじゃないですか。昔はそんなに取っとく方法がなかったんでね、手で字書くくらいしかなかった、それ取っとけませんもんね、そうすると大変でね、で今は比較的簡単に取っておけるので、やったらね、情報がたまった、で情報って変わらないからたまるんですよ。そうですか。そうなんです。だから自分が変わらないという信念は、実は自分が情報になったってことなんです。はあはあはあ、ね、そうしたら変わらないですね。変わらない。はあはあ、でも自分は情報じゃないんですね。ないんです。そこを現代の人は一番忘れたと。そうか。自分は現物なんです。現物は情報じゃないんです。そうなんです。だけど社会の中では、実際には情報になっててくれないと困るんです。そうですね、そうですね。その人は変わっちゃ困る。社長はいつも社長の顔してくれないと困る。じゃあそういうふうにしとこうっていうことなんですか。そういうことです。約束事なんですよ。でもその約束事がいつの間にか本当になっちゃうっていうのは社会ではいつもあることなんですね。本来は自分は変わってくるんだけど、それはこっちに置いといて、社会の約束事は変わらないんですよと。これは一段階厄介でしょ。そうですね。なんか社会の方に引っ張られちゃってますね、それね。そういうことです。なんか嫌な感じだな、それ。そう、だから僕は嫌なんですよ。嫌ですね。だから僕は、言ってみれば若い時から、世の中付き合い、世間付き合いが下手だったと。ちょっとじゃあ。そこが飲み込めないから。今考えてみると。